The rule on the right-hand side. まずお帰りなさい、八村選手。日本に帰ってきて、今日バスケしてみて、どういった感想をお持ちになりました？そうですね、去年もオリンピックで帰ってきたんですけど、この舞台で、埼玉アリーナで、埼玉スーパーアリーナで、やったんですけど、その時は観客がいなくて、でも今回こうやって日本のファンの皆さんの前でこうやって NBA として試合ができることはすごい僕としても嬉しかったですし、こうやってやっぱ日本と NBA がこう身近に近づいてきてるなっていうのも感じるので、それはすごい良かったなと思います。ホームでやるプレッシャーみたいなのは感じたりしましたか？僕ホームだったんですかね。なんか皆さ なんか結構ウォリアーズの応援したような気がするんですはい、すごい僕にもすごいウィザーズにもすごいウィザーズファンの方が多かったかもしれないので、はい、僕としてもすごいそういう感覚のこう日本の皆さんの前でできることをすごい嬉しかったですね。バスケをしている子どもたちに何かメッセージがあれば。そうですね、こうやって日本のバスケとこう NBA がどんどん近づいていっているのは本当僕でも小さい頃から比べて本当に感じるので、こう日本で育ってきてバスケをやってきててそう感じるので、こうやってどんどん、もっと NBA 選手が出てきたりしたら僕もすごい嬉しいので、そういうどんどんいろいろ挑戦して高い目標を持ってやってほしいなと思います。 Rui to the right side here to Josh. Rui, Josh Robbins with The Athletic. What did it mean to you to receive such a warm reception from the fans here? For sure, it meant a lot. You know, I was able to come back here in Japan, this arena. You know, last year we played in this arena, but it was no crowd. It was for Olympics, but it was no crowds. And this time we have whole crowds in this arena, and I was able to play against the Golden State.It was great. It was great for me and this country, Japan, and basketball organization. It's just one of those things. I was dreaming about it since I was a kid, and I was so happy about it. And it's just it was a big moment for me and this country for sure. Right inside. Dan Orlowitz with the Japan Times. Rui, what do you think it says about the passion that this country has for basketball that during the game, all of the different NBA stars were honored, past Wizards, past Warriors, and other just past NBA greats, and they all just got such a great reception from the crowd? Yeah, and it's getting better and bigger, I can feel that, since I was a kid, I grew up in here and, played basketball here, so...I can feel the basketball of Japan here is growing, and I think it's still growing too. So, there's a lot of NBA fans now. Tonight, I feel like there are more Steph fans. So, I was a little bit upset about it, but, it is what it is. He's the MVP. So, but yeah, still, we have a good crowd, and I was so happy able to play in front of these fans. Yeah. Second row on the left. Good.八村選手、今日はステフ・カリー選手からもスティールがあって、ディフェンス面での手応え、いかがでした？そうですね、僕もこうずっとやってきている中で、オフェンスもディフェンスでもできるツーウェイプレイヤーっていうのをずっと目指してきたので、そういうところでは今日、いい活躍ができたんじゃないかなと思うので、試合は負けてしまったんですけど、これからはそのもっと意識してやっていきたいなと思います。Fourth row in the middle. Go ahead, please.八村選手、富山県の北日本放送です。今日も会場で富山から応援に来たというファンの方がいました。今アメリカでプレーする八村選手にとってふるさと富山という場所はどんな存在でしょうか？そうですね、やっぱり大きいですね。富山でずっと育ってきて、僕も最近は帰れてないんですけど、そうやって富山県全員がバスケで盛り上がってるなっていうのも僕も感じるので、僕も含め雄大さんも僕の先輩の雄大さんも含めてバスケ界を引っ張ってきてるなと思うので、どんどんそういうのはバスケだけじゃなくてスポーツでも何でも富山がどんどん盛り上がってくれればいいなと思います。And back in the middle. Go ahead, please. 八村選手、日本テレビの伊藤と申します。今日試合前にカリー選手にプレゼントをされていましたけども、何を、どんな思いでプレゼントされていたんでしょうか？そうですね、やっぱこうやって日本ゲーム、ジャパンゲームということで僕らのチームももちろんですけど、ウォリアーズという、
皆さん知ってる通り、まあ、去年勝ったチームなので、そういうチームがこうやって日本に来てくれてこう対戦できるということを とってすごい僕にとってもそうですし、チームにとってもそうですし、こう日本にバスケにとっても大きいことなので、それの感謝の気持ちを含めて渡しました。何を渡した？僕が持っているブランドブラックサムライ のワインです。 Does anybody else have a question? Second row on the right hand side. あの月刊バスケットのルイスと申します。八幡先生お疲れ様でした。試合の序盤でクズマ選手とまあ、ノーマークで 2対0というか、あの場面でクズマ選手がパス出さずにダンク行ったっていうシーンがあったと思うんですけど、あれって結構逆にこうチームメイトとの仲の良さみたいな、昨日のこう公開練習でもすごく笑顔出てましたけど、そういうチームメイトとの仲っていうのは今年いかがですか？すごくいいですね。まあ、僕らもチーム今年は夏ずっとトレーニングも一緒にしてきてたので、まあ、LA とかに行ってチームでチームバンディングしたりとかしてたので、そういうところでは僕らも結構もうケミストリーがもうできているので、そういうところでは僕らは他のチームより先に出てるんじゃないかなと思うので、そこはもっとどんどんやってきて やることによって僕らのチームケミストリーも上がってバスケにつながっていくんじゃないかなと思うので、そこは意識してきています。ファイナルクエスチョンのサードローインザミドル。フリーライターの青木と申します。お疲れ様でした。子どもたち、日本の子どもたちにさらに NBA に続いてほしいというふうなお話もありましたけれども、次に続くために大切にしてほしいことはありますか？そうですね、まあ、こう僕としてはやっぱり大きい目標を大きく持つということが一番大事じゃないかなと思いますし、まあ、どんどんこういろんなことに挑戦するということが大事だと思うので、そういうところではその挑戦に怖がらないでどんどん挑戦してもらいたいなと思います。あと日本語で喋るときと英語で喋るとき、どちらの方が自分らしいと感じますか？それはもちろん日本語です、ね、あ、日本語で、わかりました、ありがとうございます、はい、Thank you, Rui.